皆さんこんにちは。非常識な教室集客コンサルタント高橋貴子です。本日のテーマは、教室集客がうまくいかない実務的な一番の理由とはということについてお話をしていきたいと思います。今はですね、この季節というか、年末に向かって動いているわけなんですけれども、来期どうしようとか、今の状況を脱却するにはどうしようかということで、お話をいただく、ご相談いただくケースが増えているんですけれども、この中で集客がうまくいかない要因っていうのは、すごく複雑にいっぱい絡んでていっぱいあるんですよ。で、実際の細かいところの本当のところっていうのは、コンサルしながら、そのどこの部分でその方がつまずいてるのかっていうのを確認をして、でピンポイントでここですよっていうお話をして、解決をしていくんですけれども、とはいえ全員の方とその人が必要な時に私がいきなり会えるっていうわけではないので、その心構えというかですね、そのご自身でも判定ができるレベルの内容のところを、胸に手を当てて考えるとか、そのレベルだったりするんですけども、それをちょっと今日はお伝えしてみようかなと思って録画を撮っておりますので、ちょっとお付き合いいただければなっていうふうに思います。はい。そうしましたらですね、本題の方に入るんですけれども、今日ですね、言ったのがタイトルに実務的な一番の理由ってお話をしています。実務の方なんですよね。で、実は私、集客がうまくいかない部分の、実務じゃないところの大きな要因っていうのが、ほぼ間違いなくマインドだと思ってます。実務じゃない方の大きうまくいかない要因はマインド、もう 99% マインドじゃないかぐらいに私はマインドのせいだと思ってます。マインドのせいっていうのは、よくなんかね、金持ち父さん貧乏父さんとかっていう、ね、本とかもあるじゃないですか。あの内容とはまたちょっと違うんですけど、要はお金がたまらない人の思考と、お金がたまる人の思考と、集客ができる人の思考とできない人の思考ってパッキリ分かれてるんですよね。で、ある一つのものを見た時に見える側面が、その人のもともと持ってる素養というか、マインドの部分です。心の部分でどうそれを捉えるかによって全然動きが変わっちゃうっていうことなんですよ。私はよくクライアントさんにですね、満席体質を作りましょうっていうお話をしているんですけども、これなかなかですね、ずっと今まで集客できなかった方って、不満席っていうか、なんて言うんだ、集客できない体質、そうですね、満席の反対なんて言うんでしょうね、不満席って言わないよね、なんて言うんだろう、満席の反対ですよね。だから集客できない体質が染みついちゃってるんで、いくら新しいことを一生懸命やっても多分集客できないよねっていう観点で全部動いちゃう性質があるんですよ。だから動かない、ダメだよねっていう前提で動く人と、いやこれ埋まるでしょうっていう前提で動く人とでは全く動きが違うんですよ。これはね、もう本当に残念なぐらいはっきり分かれます。これうまくいくのかなって考える人はうまくいかないです。うまくいかない要因があると、どこかで心のどこかで疑ってるものは、まずうまくいくっていうパキッとしたものを手に入れることは難しいんですよ。すごい力説してますけどね。私は基本うまくいく前提でしか全ての物事を考えないので、うまくいかないことはもちろん保険として、こういう場合にはこうしようっていうバッファーは取ってありますよ。だけど基本計画することは全てうまくいくという前提で全て物事を組んでます。確かなんか近郊の西野さんも似たようなことを言ってましたね。そういう、例えば講演会とか、今度なんか武道館を抑えるの抑えないのとかいう話してますけれども、埋まる前提で武道館取るとかね、埋まる前提で会場を取るとか、私もそのケース結構あります。埋まる前提で会場も取ってから集客するので、集客しちゃってから会場取れなかったら困るじゃないですか。そもそもその会場でやるって言うから、そこがいいと思って来る人が当然いるわけだから、基本的には
うまくいく前提で準備をした状態で来るのが当たり前でしょうという状態で組んでいくっていうのが私の組み方なので、そのマインドの話はそれだけ話しても1時間ぐらい喋れちゃうので今日は話さないんですけども、実務的な部分じゃない部分はマインドの部分は非常に大きいなっていうふうに考えてます。で、今日切り分けた実務的な部分、こっちをお話をしたいんですけど、実務的な部分っていうと、まあ、ウェブ集客でいうと、例えばホームページを整えるとか、SNS の発信の内容を整えてきちんと発信をするとか、まあ、ノウハウ的な部分の細かいことはものすごく多岐にわたっていっぱいあります。ということは、あれ、さっきチェックできるポイントを教えてくれるって言わなかったっけって思うかもしれないですけども、そこじゃないんですよ、今日お話しするお話は。そのもっと手前のところの話になります。それは大抵、まあ、集客とか、あと何かビジネスがうまくいかない要因っていうところは、情報だと私思っているんです。情報、どういう情報を手に入れて、その情報をその人がどう加工するかっていうことになるので、まず手に入れる情報がいい情報じゃないとなかなかうまくいかないです。いい情報っていうのはどういう情報なのかっていうと、例えば、何か自分が知りたいことを教えてくれる人がいたとして、その人が絶対的に実践したこととかやったこととかを中心に話してくれる人は、まあまず間違いないですよね。たまに例えばコンサルタントでもですね、机上の空論ベースで話を進めていくタイプの方もいらっしゃいます。こういう事象はこういう状態でこうだからっていうことで、もちろんそれが分析力に長けている内容であれば、まあ、それはそれでいいんですけれども、まあ、私個人のスタンスで言えば、基本自分が経験してやったことでお伝えしていくっていうスタンスなので、机上の空論で教えてるというのはまずないっていう話ですね。実践したことから全部伝えてるので、そうするとその熱量が違うんですね、情報の持ってる熱量が。あと伝わる量ですね、量、伝わる量、情報1個にしてもその裏にある厚みが違うので、伝わる量がやっぱり変わるんですよね。だから情報の質を見極めて情報を手に入れないといけないです。はい。で、じゃあそこで、じゃあ情報、いい情報ってどんな情報なんでしょうっていう話ですよね。これもまたクライアントさんからね、聞いたことで、そうですよねって思うのが、例えば、私、ないしは私じゃなくてもいいです。優秀なコンサルタントさんはいっぱいいるので、相性の問題でその方を選んでもらって全然構わないんですが、その方が例えば伝える、私が伝えるっていう内容があるとして、まあ、バックグラウンドがあったとして、で、まあ、お伝えしていくわけですよね。で、インターネットとかでも当然たくさんいろいろな情報は出てます。で、その方たちももちろん実践して出しているものもあるかもしれません。ないかもしれません。それはインターネットはわからないんです。玉石混合で石ころもあれば宝石もあるっていう状態なので、自分がどこの情報にアクセスするかによってその情報の質が違うことになるので、それを取り入れて加工するわけですから、そもそも情報の質がわからないで低い情報を手につかんだ場合、それを加工して行動するわけだから、成果が出にくいのはある意味当然です。もちろん、いい情報もインターネット上転がっている場合があります。それがいいものなのかどうなのかっていうのが自分がね、わからないっていうところがありますよね。ですから、まあ、全部片っ端からやってみれば、最終的にどの情報が良かったかっていうのを、後で理解することはできるんですけどね。その時にはなかなか理解しづらいものもあったりします。で、情報っていうのは、だからその自分がうまくいく道筋にとっていい情報と正しい情報を手に入れる、自分に合ったタイプのですよ。っていうのは、そのビジネスを加速させる上で、集客をうまくいかせる上でとても大事な要因になってきます。そうすると、その情報じゃどっから手に入れるんですかっていう話になるんですが、もちろんさっき言ったようにインターネット上でもいい情報が転がってます。ご自身がそれをいい情報と理解できるかどうかは別としてです。で、それをやってうまくいく人も当然います。だけれども、大概いい情報、例えば本人が一生懸命調べてやったら1年かかる内容が、
回答として、こういうやり方でこうしたらいけるよっていうのが、例えば3ヶ月で終わるようないいやり方があったとすると、その情報ってやっぱり価値があるものなんですよね。そうすると、大概そういうのってただではインターネット上に転がってないケースが多いです。転がってないケースが多い。だから、やはりその何かをね、学ぶっていう時には、もちろん無料を使うのも構わないんだけれども、どこかで本気で学びたかったら、やっぱり自分の身銭を切って投資をするっていうことが必要になる時があります。その対価としてその情報を得て、加工して遠回りする時間を縮めるっていう情報の使い方をするということが必要になります。なので、例えば私自身もずっと学びは続けてますし、学ぶための投資は続けています。それを入れ続けないと、皆さんにアウトプットで加工してお伝えすることができないので、常に最新情報、それは知識だけではなく世間的な事情とかニュースとかも全部含めてなんですけど、でやはり革新に近い情報っていうのは、お金が発生します、大抵ね。だから、教室の先生は割と無料情報によく飛びつく方が多いです。で、それは別に悪いと言いません。だって集客ができてないから、お金がないからです。無料いいですよね。ただし、無料のものでもいいものを見極めなければ、役に立たないものを拾って、その通りに実践して、そしてうまくいかないっていうケースはものすごくあります。だから、情報をきちんと見極めて、いい情報を正しく取り入れて、あと実践をしないといけないということです。情報を集めるのが大好きなタイプの方もいらっしゃるんですが、いくら情報を集めても、その情報がいい情報だったか正しい情報だったかは、自分が実践してみて初めて証明できるので、集めるだけの人もこれまたうまくいかないタイプになります。で、あともう一個、これもやはり私、キングオブの西野さんは実業家としても、考え方を尊敬している人なので、よく引き合いに出すんですけれども、やはり彼が言っていたのが、その同じ情報だったとしても、これ確か有名な、なんかコンサルかなんか忘れちゃったんですけど、だったとしても、全く同じことを講演で喋って、片や一夜で50万、片や一夜で1万円っていう、そういう形で人を集めたらしいんですよ。内容は全く一緒で、全く一緒の内容を喋ってるんです。だけれども、50万円払った人の方が圧倒的にみんな成果を出したんです。1万円の人は成果を出さなかった。情報の質は一緒なのにっていうことです。だから、お金はじゃあ何なのかって言ったら、おそらくその人の覚悟と、そこにかける思いと、吸収しようっていう、こう体を、それこそ穴がいっぱいのスポンジのようにして、その情報を取り入れる場合には、やっぱり血肉になってちゃんと成果と結果に結びつくっていうのがあるんじゃないかなと思うんですよね。あと、やっぱそれだけの金額をかけて学んだんだから、それをしっかり、自分のものにしようっていう意気込みが違うケースが多いので、そうするとやっぱり成果が出ちゃうんですよ。その実験面白いなと思っていて、同じ情報なのに高い金額を払った人の方がうまくいくっていうことですね。これは実はですね、私も同じことを感じていて、よく初めての講座とか、私モニター制度とかね、よく取って、正規の価格を最初に決めて、それを50%とか70%、あと30%オフとか、その時によって違うんですけど、やるんですよ。運営をどうするかっていうのも考えてるっていうのはあるんですけれども、で、だんだん段階的に成果、正しい値段に戻っていくんですけれども、やっぱり本気度が違うんですよね。高い金額払った方の方が、講座の内容が一緒でも、取り組む姿勢と宿題の出し方、課題の出し方が変わるので、成果が出ます。高い金額払った方の方が、講座が一緒でも。なので、むやみやたらに高い講座に行けって言ってるんじゃなくて、自分の、例えばお金がないってよく皆さん言いますけれども、私はその時に必要な学びだと思えば、借金してでも学んでからその借金を返します。それをよくやってました。だから、借金を返すってことは、借金を負った状態で学んでるので、それは必死に学びます。そして必死にお金に変えます。だから、やっぱりそこがね、違うのかなっていうふうに思ってるんですよね。高い金額の人の方が成果が出るっていう不思議な結果です。払う人の方がですよ。
やっぱ意気込みだと思うんです。情報が一緒だったとしても。なので、情報の扱い方っていうのも、少しですね、無料情報ばっかりを喜んで手に入れて、継ぎはぎのようにそれを実践してうまくいかないって言ってる人は、一度正しい情報をちゃんと身銭を切って、お金を払って、そして学ぶっていうことを一度やった方がいいです。無料好きな人はね、ずっと無料好きで、そしてうまくいかないのを私知ってる、見てる人も結構います。無料ばっかりに食いつく人ね。なので、それが悪いとは言わないんです。悪いとは言わないんだけど、自分が無料なんだってってことでライトに捉えてるから、やっぱね、成果出しにくいんですよ。やっぱね、ちゃんと覚悟を決めて、お金の対価の分はしっかり学ぼうっていう学び方の方が、学びとしては身になるなっていうふうに考えてます。ということで、本日のまとめに入ります。教室集客がうまくいかない実務的な一番の理由は、情報の加工の仕方がうまくいってない可能性があるということです。情報の加工の仕方っていうのが、まず一つ目は、良質な情報をしっかり手に入れるっていうことです。で、二つ目は、その良質な情報はしっかり水煮を切って、自分にとってもしかしたらちょっと痛いかもしれないっていう金額を払って手に入れた方が身につく確率が高いという、そういうお話になりますので、無料の情報ばかりでどうにかうまくいかせようって思ってる人は、少し考えを改めた方がいいです。なぜならば、あなたがやろうとしていることは、技術そのものはあるかもしれないけど、集客手法ということにおいて学んでいないわけですから、で、それによってお金のネタになる、集客ないしは、そういったビジネスの知識を得ようとする部分においては、どうしても必要になる投資なんじゃないのかなっていうふうに思いまして、今日はそんな話をしてみました。それでは。